うん、転校生か。どうだ船旅は。こんなに長い時間船に乗ることがあるなんて思わなかったな。さすがにこれで日本まで帰るわけじゃない。途中からは飛行機だよ。明日には下船だから、今のうちに楽しんでおけ。こんな船に乗る機会なんてそうそうないからな。イギリスではご苦労だった。私たちだけじゃなく、ネテスハイムの生徒たち、彼女らのサポートまでしてくれてとても助かったよ。あの魔物を退けることができたのはお前のおかげだ。そのねぎらいというわけじゃないが、いい部屋を用意した。あまり他の生徒に自慢するなよ。みんなそこがいいと言い出すからな。そうだ、私が使うはずだった部屋だ。だからねぎらいだよ。お前に世話になったことへの礼だ。気にせず使ってくれ。今から元の部屋に変更はなしだ。私の荷物をもうベッドにぶちまけたからな。だからおとなしく言うことを聞いたらいい。それより施設は利用してみたか。ここには何でもあるぞ。品揃えは購買部に匹敵するんじゃないか。それに映画館やレストラン、あそこにプールまであるしな。このまま学園の機能をこっちに動かしてみたら楽しそうだ。ちょっと待て。なるほど、ありかもしれんな。あ、いや、学園じゃなくて私の国だよ。よし、転校生、今から視察を開始する。カメラマンを務めてくれ。魔法使いの国がこの船だったとしたら、どこにでも行ってズバッと魔物を倒すことができるだろう。船の規模も大きいから人員が多くても大丈夫だし。お、ここは医務室だな。広い。医務室というより病院だったぞ、あの広さは。しかもジムとつながってたな。体調が悪くなったらすぐというわけだ。学園でも訓練所のそばに保健室を増やした方がいいか。よし、次はあっちに行ってみよう。なんだか探検してる気分だな。パソコンが使えるラウンジ、ショッピングモール、サロン、スパ、目が回りそうだ。図書館のようなものまであったな。だがいい資料が手に入ったぞ。今度カオル子に話してみよう。獅子堂を誘うために研究所も入れてみるか。揺れないようにもっと干渉を。おっと、付き合ってもらって助かった。楽しかったぞ。いや何、普段は仕事だらけであまり遊べないからな。幼い頃町を探検して回ったのを思い出した。お前はどうだ。この年になっても悪くないな。よし、せっかくだからコーヒーでも飲むか。これから用がないなら来い。せっかくだから最後まで付き合ってくれ。